慌てさせることができるか稀勢の里、連勝ストップか、それとも64連勝か。連勝を止めました。伸ばし前から その腹言われてたんで、なんとか結果残して。まだ取り終えた直後なんですが、大記録を止めた実感というのは今どうですか。ちょっとまだ says that he still hasn't got his thoughts together yet. So, well, more to the point. He didn't remain focused. Well, just a little bit. He was too eager to win. The flow of the match, there was a bit of a lag. At the end, it was a little bit rushed. Rushed the point, I guess. Winning the match, right?まあこんなもんじゃないかなという感じかな。ファンズ・ショート・バウン、ハイズ・トゥ・セイ。ファンズ、びっくりした。連勝が63でストップしたね。はい。ああ、ショックだね。悲しいっていうか悔しいですね。勝てたらから応援してたんで、負けちゃってちょっと悔しいですね。ベンチに入ってから白鵬が敗れた相撲を目の前で見たファンは、びっくりしました。まさか。思いもしなかったですね。歴史的な一幕を見れたかなという感じで、日本代表みたいな選手が倒してくれて、すごく嬉しかったです。相撲の流れに隙があったという白鵬。この辺りは横綱かと思ったんですが、攻めていったんですけどね、よく残しましたね。ここでちょっと、白鵬がね、こう感情的になりましたね。なりましたね。冷静さを失いました。ここで左四つ。ここで体入れ替えたのでよしと思ったんでしょうけども、上手をね引きつけてですね。稀勢の里の攻勢に終始受け身に回ってしまいました。白鵬を破った稀勢の里の出身地は茨城県牛久市。地元の人たちは、そうか、稀勢がやったですか。ああ、それは嬉しいですね、地元としてはね。さすが茨城の歴史、おめでとう。将来が楽しみ、稀勢の里ね。また白鵬が目指していた69連勝の記録を持つ双葉山の出身地大分県では、びっくりしました。もう行くと思っていたんですけどね、残念ですね、はい、地元の力士の記録がですね、こう守られたってことについて、こう大分県民としてはどうですか。あ、まあ よかったかなという気もせんでもないけども、でももう過去の人たち、次から次へとやっぱり塗り替えていってほしいなと。そうすると相撲界はちょっと浸透しちゃうかなというふうに思いますね。